いや俺知らないよ。今回のことも本当やっちゃダメだから、もう二度と。わざとじゃないもん。いや本当にそれやったかん。しかもここアメリカでそんなことやっちゃダメだって。それはあかんよ。ゆりいちチャンネル、こんにちは、ゆりです。いちです。ゆりチャンネルです。実は私アメリカでカバンをなくしてしまいました。よいしょ。笑い事じゃないですね、本当に。っていうのも、事の始まりはアメリカに着いて3日目に親戚の方たちと一緒にご飯をね食べに行ったんですよ、ビュッフェにね。人がすっごい100人ぐらいいるような。その時に観光の後だったので、私すごい疲れていて、お腹もいっぱいだったしね。そう、お腹いっぱいでボケーっとしてたんですよ。いつもだからボケーっとしてその時だけじゃないから、アメリカだからカバンを盗まれないように細心の注意を払っていたんですけど、お腹もいっぱいになったことによって気も抜けていて、いつものポケットする癖が出てしまってカバンを置いてきてしまったみたいなんですけど、さらにやばい話が、カバンをなくしたのに気づいたのが次の日のお昼でした。よいしょ。こんなことじゃないね。ごめんごめん。笑い事じゃない。ゆりなが出かける前にカバンがないって言って、いやそんなわけないだろうと思って、車にも確認しに行って置いてあるだろうと思ったんですけど、乗ってった車にもなくて、これやばいなと。ですぐにご飯食べた後にお店の前でみんなで写真を撮ることを思い出して、写真を見てみたんですけど、なんと私の肩にはねカバンがここからさ、やばいやばいやばいな、絶対お店に置いたんじゃんと思って。カバンの中にはパスポートは持ち歩いてなくって、お家に置いてあって、あとお金も私がボケッとしてるので一郎にね預けていたので、お金の心配とかはなかったんですけど、カバンがヴィトンのバッグを使っていて、これは盗まれたなと、うん、絶対盗まれた。僕の親戚のおばさんに頼んで、昨日行ったお店に電話してくれないかと、なんでって聞かれたんで、ゆうなのカバンがなくなったと。アメリカでカバンを忘れてきたら、置いてきたら絶対ないぞと言われました。で電話したんだよ。なんとカバンはありました。イエーイ。これようやく話だ。よかった。本当に電話したらまさかのあって、これは驚きだよね。奇跡奇跡。じゃーん、このカバンです。インスタ見てくれてる子はね知ってると思うんですけど、これだよこれ。あって、中身もね何一つ盗まれずにちゃんと入っていて、本当に奇跡だよね。盗まれることも気をつけなきゃいけないんですけど、忘れることもあるかもしれないので気をつけてくださいっていう感じで、今日はお話ししてきました。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、もしよかったらフォローよろしくお願いします。それじゃあ終わりますか。せーの、バイバーイ。